この一番、今回の趣旨ですと、この一番の CO2 回収と、あとですね、脱炭素、それに関するような、お話しさせていただきます。でですね、このスキームがですね、全体、今日の話の背景に当たりまして、あるいは今日お話出たかもしれないんですが、CO2 がですね、こっちですね、燃料を燃焼して、このエネルギーを生むとですね、CO2 が発生すると。で、不可逆的なわけなんですけども、この不可逆的な燃焼過程で、地球温暖化につながる大きな原因の CO2 が、濃度が増加しているわけなんですけども、これをですね、再生可能エネルギー、例えば光のようなものですね、他にもいろいろあって、併用することが望ましいようになっていっていると思いますが、それでこの燃料に CO2 を戻すことができればですね、こう右回りのですね、新しいカーボンニュートラルサイクルが形成できるということで、私たちの研究は、この右側の矢印ですね、ここを反応させる研究を行っています。で、具体的には光触媒を使った研究を今日ご紹介させていただこうと思います。で、これでもちろんそうなんですが、実際問題としてはですね、2030年とか2040年に向けて、こうしたことが実際に世の中の役に立つという可能性が出てくるためにはですね、この CO2 の光燃料化ですね、今日題に含めさせていただいているんですが、これが比較的安価なものでできると。ここに希少資源とか、高価なものを使ってしまうと、本当にリニューアブルにならないというふうなことも考慮して研究を進めてまいっております。で、具体的にはですね、ただなかなか光触媒、いろいろ試して、いろんな研究例も、我々だけじゃなくて、手前どもだけじゃなくてですね、いろいろ他にも研究やってる人がいるわけなんですけども、このよく聞く酸化チタンですね、あるいはここで、いろいろ書いてあるんですが、ここの青のやつを今日中心に話そうと思うんですが、ここの他のグループでよくや、構文がよく見かけるのが酸化ガリウムとか酸化インジウム、あるいは水酸化インジウム。で、こうしたもので、で、これ、研究、実験の仕方にも、条件にもよるかと思うんですけども、我々はですね、より確実に CO2 が燃料化しているのを、反応経路も含めてですね、なるだけ追ってみようということで研究を進めてまして、で、ここの C をですね、同位体ラベルした 13C を使って、で、13C を含む生成物をモニターして、そうすることでですね、途中は、赤外の吸収が13に重くなる分、波数がですね、少し値が小さくなるとかですね、あるいは生成物も、質量分析する等で、区別してみることができると。で、12C が含まれるのは、例えば空気中の成分とかですね、含まれる場合です。で、それで、反応機構を見誤る場合が、ありうるのでですね。それでやったところ、この酸化チタンでは、あまり良くない結果も、我々の条件ではなりまして、で、副水酸化物って、層状化になって、レイヤーですね。LDH って言うんですけども、そうしたものも、これ炭酸が含まれていて、反応機構がちょっとわからないと、水も含まれててですね。というふうなことで、今日の話、酸化ジルコニウムの話を、結果的にですけど、させてもらいたいと思います。で、ちょっと細かい話になるかもしれません。で、ただ、酸化ジルコニウムだけ、それしかないんですかって言われると、もっと研究の余地があるんですが、現在進めているところで、こうしたものがあるということですね。で、さて、で、複合させたりするケースもあると思います。で、今日、酸化ジルコニウムというのはです、これですね、ここ表面をこう書いてあって、表面で光触媒反応が起きるんですけど、電荷分離って光触媒の中で、プラスとマイナスが生じて、
還元反応とですね、酸化反応が進むといったからくりになっています。でというので、これ数十ナノメートルぐらいの大きさで、まあ、これも酸化ジルコニウムも十分ナノなんですが、銀はですね、銀のナノ粒子、ナノって言ってももう1から2ナノメートルぐらいで、まあ、本当にすごいちっちゃいと。電子顕微鏡でも見えないっていうふうな大きさのものになります。銀はもうちょっとあったかな、2から3ナノメートルぐらい。で、まあ、接しているところはまあこのように、例えば接していてですね、で、それぞれが役割を持っているだろうということで、こうしたことを調べています。で、銀について今日あんまり話さないのはですね、銀の場合、これ CO2 と水素を入れているんですが、水を入れる後、還元剤にケースが、実験をしているんですが、CO2 と水素で CO が出ると。でまあ、CO は燃料というかですね、化学原料というべきかと思われますので、今日の話ではちょっと簡単に、この絵だけでちょっと、終えようと思うんですが、ポイントはですね、CO2 から酸化ジルコニウム状で、この CO の全身ですね、ここ、酸素の血管があります。ここ、穴ぼこのところに CO2 の O が入りまして、で、こいつが残って CO が出るというふうなからくりになります。で、銀は何をしているのかというと、水素をここで H に活性化してですね、次から次へと水素をまあ送り込むと。こうしたことをですね、この 13CO2 を使って、調べました。で、このメタン、次にメタンができる話をしたいと思うので、そちらを中心にさせてください。で、あとですね、活性も我々のこう強い関心にありまして、CO の生成速度がですね、まあ、これグラムあたり、ほぼ触媒量に比例する領域っていうかな、実験条件で実験しているので、まあ、グラムあたり、時間あたりで速度を出しているんですが、生成速度。0.66 マイクロモールと、まあ、ややもうちょっと上がるだろうというので、それでコバルト、ニッケル、銅、金と、そうしたものをですね、酸化ジルコニウムと複合させた実験をこう取り行ってまいります。で、このうちニッケル、ニッケルゼロと書いてあります。これ、もう論文になっている内容なんで、なんですが、このようなこう真っ黒の粉末。で、ニッケルっていうと、50円玉のかなり成分っていうんで、ああしたこう、いわゆるこう金属光沢の、いわゆる銀色っていうんですかね。ような、さっきの銀はちょっと赤みがかったり黄色がかったりしてて、いわゆる銀色じゃないんですけども、ナノになるとまあ色が違う。散乱したりですね、吸収したりして。まあ、ニッケルはプラズモン共鳴ないんですけども、銀だと表面プラズモン共鳴する。極材。プラズモン共鳴するというふうな、まあ、そうしたことでですね、ステンドグラスみたいにこうコロコロ色が変わるんですけども、このニッケルの時は 1.1 ミリモルパーアワーパーグラムと、まあ、かなり活性が上がってきています。で、まあ、使えるものをこう目指していきたいというところにこう少し上げていっているというところになって、このニッケルゼロなんですけど、これゼロっていうのは金属を我々では表していまして、つまりですね、酸化ニッケルでなくて、金属状のニッケルと。で、ただしナノ粒子で。ニッケルの塊なんですけど、1ナノメートルぐらいのニッケルの粒子。数十個ぐらいの原子ですね。そうしたものが、こう、酸化ジルコニウム状にあるというふうなものになります。で、反応の様子をちょっと紹介。これ、ごちゃごちゃしてるんですけども、触媒がこの下の方、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、まあ、実際、見えてはいるんかな。ここで、ファイバーの光ファイバーが、ありまして、そこに上下から20ミリグラムの触媒に当てまして、でここでこう循環するようになってまして、ガスがですね 13CO2 と水素あるいは水蒸気ですね。でここから質量分析に GC とつながった質量分析、ここからこう送り込むようにオンラインになっています。こうすることで、まあ、オンライン分析をできるようにしているんですが、さっきの部分ちょっと拡大したのがこれでですね、ただガラス細工したものなんですけど、それでですね、ちょっと実物示そうということで、で、これ反応時間で2日間、これ最初、初日です。初日の晩っていうかな。で、次の日で2日間こうずっと見ていってて、このように13メタンができるんで、まあ、メタンなので、このニッケルを使うとメタンができるっていうの、CO はすごいちょっとです。というので、光燃料化ってまあ言ってもいいだろうっていうんで、まあこれ研究、ニッケルを
詳しく調べることにしたんですが、で、それで 12CH4 も少し出てきます。で、この経時変化なんですけど、ここで失活しているように、具体的には1日目以降ですね、見えるんですが、これは失活ではありません。で、これは入れた 13CO2 の量がこの点々の物質量になりまして、若干水素と反応なんでですね、わずかにこう発熱反応になるので、まあ、生成系に化学栄合が傾いているためで、まあ、ほぼすべてメタンになるんですが、全部使われ尽くしたから、これ、反応が終わったということになります。で、この 13C と 12C の割合と細かく見ていってるんで、今ちょっと趣旨とそぐわないかもしれないけど、まあ、ご興味ある方いらっしゃって、いつもよく聞かれるんですけども、ここはちょっと省略したいと思うんですけど、13CO2 だけを入れて、水素を入れずに、あるいは水を入れずにですね、13CO2 と 12CO2 が、こうやって、これ時間ですけど、さっきの反応系でやってると出てきます。で、メタンは出てきません。CO も出てこないです。水素入れてないので。で、これはもともとついてた CO2 でですね、空気中からの CO2 が交換して平行になりながら出てくるっていうんで、ここで平行の式を入れてですね、このような式が成り立つっていうふうな、平行を考えた反応式、一次反応式ですね。で、これ、減っていく 13CO2 と、出てくる 12CO2 で、空気からついてたも、これ、しぶとく取れないんですけど、CO2 のガスを入れると交換できる。吸着エンタルピーと関係しているんだと思いますが、まあ、このようなことがあるわけです。で、このうちですね、早く吸着するのと、これ、早くさっと吸着、いわゆる物理吸着と、ゆっくり吸着する化学吸着があって、13CO2 もゆっくり化学吸着してるんですが、まあ、この全体量に比べるとちょっとなんで、出てくる 12CO2 で見ると、このような、これですね。だから 0.07 アワーインバースというゆっくりした吸着と、早い吸着と8、まあ、これ一瞬ですね。これ逆数になってます。速度定数ですからね。で、というふうなことが見られます。というふうなことを見ると、このゆっくり吸着する部分が、さっきの酸素血管と関係しているんではないかというふうなことで研究を進めてまいりまして、で、まあ、これ、透過型電子顕微鏡で、まあ、触媒がこのようなものになりまして、これ、酸化ジルコニウムさっき、数十ナノメートルって言ったんですけど、まあ、10ナノメートルぐらいと言った方がいいのか、まあ、でも細長い、これが1個と見るか、まあ、というふうになってまして、で、まあ、これ酸化ジルコニウムに、ニッケルはかなり小さいんですが、ちょっとこれ、私はこれがニッケルだと思ってるんですけども、ここの光子間隔でですね、酸化ジルコニウム、これ、モノクリニックのフェーズとテトラゴナル混じってるんですけど、まあ、モノクリニックが多いみたいなんで、みたいというか、XRD でそうなるので、というので、やっぱり光子間隔も、まあ、これ微妙なところもあるんですけど、まあ、モノクリニックメインで、このように、200とか1、マイナス1、マイナス1、1面とかこう、帰属できています。で、ニッケル、それと合わないものがあって、これニッケル110だろうというふうに、FCC のですね、というようなことになります。で、それで、これ流形が、まあ、これ、天部で見えるものだから、まあ、2ナノなんですけど、この後で、X 線吸収で、まあ、1から2ナノぐらい、1.6 ナノメートルぐらいじゃないかと思っています。X 線吸収全部見えるのでね、天部はちっちゃいのが見えないと思っています。で、それで、今までのところで反応の仕方で反応を、メタンができるんですが、まあ、今後開発、いろいろ開発進めていく上で、反応機構を抑えようというのがちょっと我々のいくらかの興味になりまして、かつこう使えるものをっていうふうに考えていっているんですが、ここで酸素血管が使われるということですね。で、それで、この、ちょっと細かいんですけども、話が細かいんですけど、ちょっと簡単に言わせてもらうと、試薬で使ったガスは純度90、同位体純度 99% ですが、出てくるメタンは96対4。で、なんで違うかというと、空気中でもともとあった CO2 があって、先ほど示したように、それが吸着脱離の平行になっているわけです。ということは、ここの最初、化学吸着している CO2 が最初からある
ということで、この酸素血管がここの反応経路に深く関与しているのではないかと。VO ホツホツと今これ呼んでますが、っていうことです。で、さらにここのところを研究進め、実験を進めてみますと、まず赤外吸収なんですが、ここはちょっといろんなものが出てきます。で、メチルが出ますが、これは多分、酸化ジルコニウムって ZRO っていうことを考えると、ニッケルの、金属状のニッケルの上ではないか。あと、バイカーボネートですね。炭酸、炭酸水素種ですね。これ CO がニッケル状と、これはフォルメートです。ごめんなさい。フォルメートの CH 伸縮が見えまして、あと別の領域 FTIR なんですが、これカーボネート、こう、反対称と対称、これかな？対称というふうに出ますが、さっきちょっと間違ったバイカーボネートが、これまあちょっと細かいんですけど、まあ結構同じ研究をこうずっと続けて、いろいろ続けてますので、まあ他の文献、他の人たちのグループとも合わせて、まあこれ多分間違いなくこのような炭酸水素とバイカーボネートと炭酸種があると。で、まあここらがどれぐらい関与しているのかっていうんだけど、炭酸種はもう非常にこれ安定ですので、あまり変わらないんです。このような光を当てたり、このいろいろ条件変えてもですね。っていうことからここ、次行きますと、これ、フォルメートですね。偽酸種ですね。で、確か5時ぐらいからだったかな。で、っていうんで、もうちょっと、最後、ニケルの特徴もちょっと話したいので、もうちょっと進めますと、ここで今さっき見えたものをこう入れていってます。これ、炭酸水素。ヒドロキシはさっきちょっと言わなかったけど見えてました。で、ここ CO ですね。メチルと。っていうふうな、ここら、それぞれの種が FTIR で確認できてて、CO とメチルはここっていうので、このニッケルの上で CO からメチルに行くんだろうと。これ銀との違いがね、ここで出ているということになります。で、なんでニッケルだけこういうふうにいいのかなっていうのを、っていうんで、ここはただ、これは今最近の、密度反関数計算をしてて、CO が、これ、さっきのバイカーボネートで必要を考えてたんですが、この OH と反応しなくて CO2 だけで行く経路と今、計算で研究を進めています。論文を少し書き始めているんですけども。で、まあ、これはいずれにせよですね、酸素血管がまあ関わって、ヒドロキシがどこで関わるかっていうのを今、ちょっと調べているところなんですが、その先にですね、ニッケルの役割を調べるのに、今ちょっと明日これ実験をする準備をしていて、この実験はちょっと、これ、大学にあればいいんですが、ちょっと大学に、ちょっと、この加速する機械というか、設備が、ここ敷地が必要で、ちょっと私たちの大学にはちょっとなくてですね。で、筑波の、研究、高エネルギー圏で実験している風景なんですが、ここに光触媒があっても、ファイバーから光が当たっているというふうな状況になって、これについて、この中 CO2 と水素が入ってまして、これは光、さっきの光ファイバーです。で、同じふうに当てて測定しているということになって、これをですね、X 線吸収した時の、吸収なんですが、解説ではなくてですね、X 線解説ではなくて、吸収した時に、X 線吸収すると、例えば、ニッケルですと 1S 電子が、1S でなくてもいいんですけども、2P でもいいんですが、1S 電子がこう原子からこう X 線のエネルギー大きいですから、こう出ていったときにですね、周りの原子 の電子の影響を受けると。まあ、そうした実験になってまして、それでそれを、受けたときのその波の様子をですね、平面波の式が、かなり簡便化された平面波の式がありまして、波の式ですね、高校の物理で出てくる。波の式にこうフィットさせると、熱振動とか排数とか、あと距離ですね。具体的にはニッケルの結合距離のようなものが、ものっていうか距離が出てきます。で、これ調べるとですね、これ我々のちょっと特徴なんですけども、これ実験でさっき光ファイバーで光でスイッチオンです。で、これ2時間ぐらいスイッチオンして、消して1時間ちょいぐらいスイッチオフ。で、すると、この排数、これ排数というのはニッケルの周りの排数で、錯体化学の排数みたいなものなんですけど、というよりむしろ、
高校の、科学で出てくる、ニッケルは、免震立方格子だから12杯。あの12杯です。で、ここは12杯ないんで、ニッケル粒子がすごく小さいということです。で、具体的には 1.5 ナノメートルぐらいです。で、ただしこれは光を当てても変わらない。歪んだり、ニッケル粒子がこう、集まってきたりはしないということを示しているんですが、対照的に、このシグマで熱振動因子は、こう、鋭敏に光によって変わります。これ何が起きているのかというんで、これはデバイワーラーといってですね、熱振動なんですが、相関デバイモデルと、物理の式を当てはめるとですね、これ温度が上がってるんだよということに。ニッケル粒子は変わらないで、ニッケル温度がバーンと140度ぐらいに消温されて、光のが原因の熱でですね。で、光を消すとすぐさまこう。で、ということでですね、これは何を言おうとしているかというと、ちょっとこれはもう時間が過ぎているので飛ばしますが、ここで最初ですね、ちょっとここをまとめたいと思います。酸化ジルコニウムはいわゆる光触媒。で、光触媒によって CO2 を還元するために電子を与えていきます。で、CO になって2つ分電子をもらっているんですが、ここからは、いわゆるこの光触媒というよりも、ここはニッケルはですね、工業触媒科学みたいなこう授業で出てくるような話で、全部の皆様にこう馴染みがある話ではないかもしれないんですが、ニッケルはメタン化触媒でやると。で、何度でっていうと、いくらか温度をかけて、リフォーミング回数ですね。これが原因で、だから、このデュアルなファンクションでですね、この光触媒的なのと光が原因で熱。で、これ熱だけかけるだけでは、これ進まない。っていうことになります。で、あと水からやって、水からも反応するよとかいうのを入れてやるんですが、まあ、熱だけではいかないっていうのがここになりまして、っていうふうなことになります。で、これですね、この熱で行く分で、いくらかは行くんですが、光を入れると、こんだけ分、これ、アレニウスプロットにこれ、ログを取っているんでですね、2.7 の何乗何乗って言って聞いて、こう、速度がこういうふうに、1000倍とか3000倍とかいうふうになっていきます。ということで、これがまとめになります。ちょっと時間過ぎちゃいました。ご清聴ありがとうございます。